和光市役所は埼玉県和光市の執行機関としての事務を行う施設である。かつては山和町役場だった旧庁舎の跡地は現在は中央公民館となっている。キャンプドレーク跡地の開発事業によって市役所が移転新築、行政旨と議会旨に分かれている。市民広場、市民文化会館が隣接している。 和光市企画部審議官の幹部職員が、福祉事務所長だった2015年2月から3月に、生活保護受給者の80代女性から200万円を採取したとして、2019年6月13日に逮捕された。女性は2015年5月に死亡し、2018年11月に、遺族からの問い合わせがあり調査したところ発覚した。2019年5月下旬には、 容疑者の自宅と和光市役所が家宅捜索を受けた。これを受け和光市は第三者調査委員会の設置を決定し、再発防止策を検討するとした。6月13日、和光市役所内で記者会見を行い、松本武博市長ら市幹部が謝罪した。市庁舎の案内と各課の主な業務は和光市幹部の男逮捕。 部下を騙し生活保護受給者の現金を、左手容疑男は、当時、政保担当部署のトップ、県警埼玉新聞埼玉県は公私幹部詐欺、疑い生活保護受給者の現金日本、経済新聞。ありがとうございます。